どうも皆さんこんにちは。バラデスのハムスターライブ配信でございます。ミミちゃんです。赤ちゃんです。赤ちゃん、いまだにね、今日で34日目ですね。もう34日なんでね、もうちょっとね、大きくなっててもいいんですけどね。まだまだ、ちっちゃいですね。クリオくんです。クリオくんとお母さんどうもです。クリオくんと誰や、松坂さんです。そうですね、今日もデカなってますね。若干クリオくんはおかんに噛まれた跡が痛々しいですけどね。まあ大丈夫大丈夫、ピューレでも食べて、もう奪って、もうちょっと奪わないで。クリオくんにもちょっと食べさせてあげてください、ね、クリオくんにも、クリオくんにも、クリオくんにも半分食べさせてあげてください。なんかデュエットしてるみたいな、なんかロッカーはデュエットしてるみたいですね。ハーモニーですね。オイエーベイビーみたいな感じですね。なんか大半は食われてるような気がしますけど、どんだけ生命力あふれる松坂さん、松坂牛やからな、まだしゃあないな。松坂牛は一番うまい肉やからな。バラエスも一回なんか国産黒毛和牛食ってみたいですね。カズさんどうもです。もういらんねんの、いらんにやったらクリオにあげて、クリオもいらんの。それか、こっちのサバウニありますかね。はい、サバオかサバコか知らんけど、ちょ、なんか出てきた。なんか出てきた。あ、君は誰だ。いらんのかい。あ、クリオ。クリオもいらんのかい。あれ。あれ。ようわからんになりましたね。まあこんな感じですね、ベイビーは。今日もなかなか
元気いっぱいでございますね。今日はどっち行く？今日はじゃあミミちゃん家行きますか。ミミちゃんもペロペロしてますしね。ミミちゃん、ミミちゃんにもちょっと おやつをあげましょうね、はい、なんかね、里親募集の方がね、イエローベイビーの松坂さんだけですよ、まだ決まってるのはね。あ、これからどうなっていくかちょっとわかんないですけどね。松坂さんは東京か、でもあと2人兵庫県の人が応募されてるんで、で前ももらっていただいた方なんで、結構兵庫県になるかなと思ったりしてますね。まあまだ分かんないですよね。まあその3人の方が他のハムスターに移っていただけるならいいんですけどね。まあ東京の行くのは1匹のために行くのが非常に困るので、まあ、東京行く場合は 2匹ぐらいは攻めてもらっていただきたいですよね。前は10匹ぐらい東京連れて行ってたんですけど、まあその辺ですかね。ミミちゃん美味しかったね。じゃあミミちゃん外出しましょうか。かわいいミミちゃんですね。じゃあベイビーをよいしょと出していきますか。まずはクリオくんですね。クリオくんちょっと待ってな。はい、クリオくんの体重を測ります。24。まあまあ大きくなったね。よかったね。次の方はサバコちゃんですね。サバコちゃん28ですね。まあいい感じですね。
はい、次の方、次の方は松岡さんですね。32大きくなりましたね。はい、一匹出てこないですね。早く出てきなさい。そうそうそう、やっぱ出てこないみたいですね。おー、チュンタコさん、どうもです。お久しぶりです。こちらはベビーハムスターのサバオです。サバオ出てこない。サバオじゃちょっともう蓋開けるで。サバオ君は何グラムですか。ちょっと待って、サバオ君、ちょっと待って、電池が、はい、30、28、まあまあですね。やっぱ一番でかいのは32gのサバ、じゃあ松坂さんですね。他20代後半までクリオがやっぱ一番小さいですね。まあしゃあないですね。そんな感じですね。さあ今日はどんなパフォーマンスをねしていくのか楽しみですね。もう里屋さん決まったらね、もう入れなくなりますからね。見れなくなりますからね。サバオ君は普通っちゅうたら普通に可愛いですね。クリオが覗いてますね。お兄弟のところへ帰られましたね。クリオ君は何してるんですか。お一人様。クリオ君行くとこじゃないよ、決まってないんですよね。あの小さいんでね。サバはもう決まってないですね。まあしゃあないですね。松坂さんもそろそろお出ましなんじゃないですかね。今日はちょっと寒いぐらいですか。
入るとこ入るとこないからかわいそう。なんちゅうかわいそうな。やっぱこう縄張り意識が出始めるんですね。まあ来週ぐらいからもう土曜日に掃除の日なんで、みんな別々にしようかなと思ってます。もう一回一人暮らししたらもうずっと一人暮らしなっちゃいますけどね。細やっぱ普通の今まで見てきたやつよりも細いですよね、みんなね。なんちゅう細い感じなんですかね、これね。お、2600いいね、ありがとうございます。ちゅんたこさん、にんにんさん、どうもです。やっぱ強者ですね。まあ 2,3 匹入れへんことはないと思いますけど、おメッシュを持って帰るんですか。ゲームマイチョさん、どうもです。こちらは赤ちゃんハムスターズです。一匹グレーの一匹だけオスなんでね、またセクハラしてますね。君セクハラ してたね。いや、してません。僕そんなのしないんで。冤罪です。名前をちょっと。冤罪ちゃんに、冤罪くん、冤罪くんはあれですか、今度クリオンとこ行ってセクハラ。円田君ゴーゴーとかしてみたら、そうだいぶこの辺にちょっとお尻にたまたまがだいぶ大きくなっていましたね。こいつはサバオですよ、オスですよ。もうそろそろ君は一人暮らしやな。まあ、オスハムスターはね、なかなかええやついないんで、まあ、うちも繁殖させることができたハムスターは2匹しかいませんでしたからね。先代のサバオとクリオだけですからね。
しかもうちは一匹ずつ飼ってるんで、ね、ワンちゃんを逃さないたくましさがね、まだセクハラしに入っていきましたね。まあクリオもこんな感じでしたけどね、よくゴマちゃんに甘えてましたね。でも顔が似すぎてて、サバゴちゃんかサバオか分かんないですね。あいつサバゴっぽいな。もしかして2匹ともオス。お、サバゴちゃん。サバゴちゃんオスな、メスな。サバオくんはオスっぽいね。サバオくん入る？入らない。行く。ハムスター牛油行く。力強いですね。これはもうハムスター牛乳いかへんの。なんか目がなんかのワンピースの海賊みたいになってる。牛乳ですね。そういえば前の赤ちゃんとにも3匹か4匹は言ってましたんで、なんじゃこの感じ。そう考えるとまあ大きいなったもんですな。早く里吉さん決まったらいいですね。まあいずれにしてももう松坂さんは旅立つんで、あと残りですね、早く決まったらいいんですよね。ブリオはな、小川さんの方です。ブリオ目大きくてパチクレして可愛いねんけどな。ブルーサファイアちゃんもなんかちょっと乾杯。不良ちっちゃ。不良ちっちゃいな。ものすごいガリガリやな君は。まあ目もまあ治ってるしね。色艶もいいし。
あ、なんかあっちでセクハラ行為が行われてますね。これをよくちょっと目薬で刺しときますね。なんか傷口にちょっと傷というか目がやっぱり君ら二人で出すと、はい、君なんか昔目薬刺したよね。ああごめんごめん、じゃあじゃあじゃあうるさいね。じゃ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 、お母さんどうもです、ありがとうございます。サボはもうバルデスと遊ぶ。お腹すいたな、なんか食う。まだおるんかい。ちょ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 、君は なぜどうして君は餌を掘るんだい。ほんと意味わからへんな、君は。その中で寝ようとしてんのか、もしかして。なんかこれ、おい、食べてみた、これ。5時から飲んでます。目薬さしたこれを行くのがどこにいるのかな。不良君どう、すっきりした目。まあまあすっきりしましたね。なんか顔ちっちゃいな。タバコちゃん、あれちゃん、プロテインエナジーバイトを食べたいんじゃん。つけとこだ、これ、ね。こうやってみたら結構太ってるような。感じがしますけどね。まあね、兄弟喧嘩して怪我するようになってきたらね、もう一人暮らしにせなしゃあないもんな。もう入らんやろ、もうお腹いっぱいやろ。今ほんとラッキーチャンスですね。食べるんや。まだ行く？もういらん。まあブロッコリーもいっぱい野菜も食べてね。まあ砂糖も血糖値上がるけど、まあハムスターが糖尿病になるんか知らんけど、やたらじょくりよかわいいですね。よかったね、目パッチでしたね。
不良ちっちゃいなあ、ほんまなあ。なんでそんなゆっくり歩く。あ、こっちの家入る。サバコちゃん、あいつサバオですね。こいつサバオですね。サバまだセクハラしに入ってきました。3人入れんやったらクリオ4人入れるで、多分クリオも行ってみたらなんでそんなちょっと出てくんね。狭かった。ちょっと狭いな。ほんまなんかサバみたいな色しとんな。青魚やな君はな。サバって出世魚なんですかね。君は出世魚の名前を付いてあげよう。まあ最終的にブリになったらよりやから、ハマチくん。ハマチのもっとちっちゃいやつ何でしたっけ。なんか関東と関西で呼び方が違うかったような気がしますね。元気やな。ええことや。佐渡屋さんをアピールしとかなあかんねん俺。綺麗なブルーサファイアス。ツバス。ツバスくん。君今日からツバス。ツバスくんどっか行きました。ツバスくん。あんまり外出せんといても行方不明にならんようにな。ツバス君オスっぽいですよね。奥にサバザブロいるし、ビビまだビビリですけど、もうツバス君はそろそろ一人暮らしかな。まだ言うても30グラムないですけどね。まあ30グラムになったらね、みんな旅立っていくかどうなるか。なんかねアリースさんがねあれなんですよ、あのどこやったかな、千葉かなんかのハムスターを保護して引き取ってくれるなんかハムスターの団体がみたいなのがあって、社団法人みたいなやつがあって、それをハムチャンネルさんに教えてサイト教えといたんですけどね。おシナモンさん、ソフトクリームありがとうございます。最近全然あれなんですよね、金が儲かってないんですよね TikTok ね。餌代はガバガバ。ちょ君自由やな、そこで回る無理やって。ちょもう本当意味がわからん。マーシュグマではでトイレするやつもいれば、飯食うやつもいれば、クリオ君とクロマムちゃんみたいに
ハンモック代わりで寝てるやつもいましたよ。君元気やな。まだどっか行くの？かわいい盛りですね、ほんとね。戻れへんやろ、そんな。かわいいなぁ。やっぱ男子たるもの、いろんなことに興味を持たないとね、ダメですからね。今男子たるものとか言ったら怒られますけどね。なかなか強いですね。足車回るで一応。まだちっちゃいから回せへんのかな。あんま興味ないんかな。ちょっと回し車ぐらい回せるようになっておかないとね。なんか違うやつが出てきた。あくびしてる。こっちサバコちゃんですかね。サバコちゃんメスなの？この圧迫感はなかなかすごいものがあるでしょうね。松坂さん今日エナジーバイト食いすぎて寝てますね。大人ハムスターバルに食ってましたよ。体重も 32g になりましてね、もう出荷できる手柄ですね。まあ他の子も追いついてきた感じですね。元気になってきて、クリオもね、目薬さしてね、今キョトンとしてますね。クリオ君やたら目が可愛いですね。顔がちっちゃくてね、クリオ君可愛いんですよね。なんかやったのにね。まあ奇跡の復活ですからね、ほんとね。あんなちっちゃかったクリオがね、こんなにでかくなるんですからね。クリオもハムスターデュージュー参加したら、こっちハムスターデュージュー会場あるで、ちょっとぐ回し車回してみ。そうそうそう、はいはいはい、カリ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 。浮力まだ24でしたっけ。 24g です。まだ自分じゃ何にもできませんよみたいな感じですね。まあでも末っ子は末っ子なりにね、頑張ってほしいですよね。そうそう、今から運動してな。クリオみたいにたくましくなってほしいですね。そしてゆっくりと去っていきましたね。
初めての給水世界は広いよ、くよくん。新しい飼い主さんはものすごいいい環境で育ててくれるかもしれないよ。まあハムスターの里親さん今までいっぱい出してきましたけど、なんかこうインスタの写真とかでこうモデルデビューした子もいましたしね。もう可愛がりすぎてソファーで寝てるハムスターとかもいましたね。まあいろんな人生があるんですよね。これまあ俺はまだまだ小さいけども、まあ、頑張って生きていかなあかんで。これはエサ、はい、これをちょっと出てみる。ちっちゃ。これはちゃんと飯とか食ってんのか、みんな取られてんのか、大丈夫なのか。さっきサメハウスあったのに。これはサメハウス買ってきた。なんかほら鼻が見えますね。なんか変な生物の鼻が見えますね。 What's this? なんですかねこれね。どうなってるんですか。さすがにこの状態だと3匹限界ですかね。まあ4匹はなかなかちょっと無理でしょうね。詰まってますしね詰まってますね。解体していきましょうね。今日松坂さん全然出てこないですね。みみちゃんこんなん入れてるんやいろいろ家作ってるんですね。みみちゃん、みみちゃんは今朝どこに隠してんのかな。ヤドカレハウスではなさそうですね。ここは寝る場所なんですかね。みみちゃんの家なんで僕はアレンジが効いてますね。なんか巣作り上手ですね。松坂さんどこに行ったんですかね。これでちょっと下は撤去したんで4匹入れるんじゃないですかね。これでね、はい、松坂さんいましたけど、これ出したらもう1匹入れそうですね。これを入れるでもう1人、これも入る。もうハムスターぎゅうぎゅうしばらくできへんなるからな。子供になったらな、はい。
いけましたね。ハムスターギュウギュウ。もう4人でいるのもねえ、あと1週間ですからね。本当シナモンさん、カーネーションありがとうございます。まあ結構入れるもんですね。いや、ハムスターリュウリュウはね、もう1年に何回見られるかですよね。本当もう誕生日とクリスマスみたいなもんですよね。なかなか年に何回も見れませんからね。これね、もういなくなるとね、やっぱ4人でいたら落ち着くんでしょうね。みんなぬくいしね。まあ今まではいっぱいいたんで、ハムスターギュウギュウも4匹、5匹ぐらいやってましたけどね。まあ喧嘩勃発しておかんに追い出されたら大体一人暮らししてましたけど、まだちょっとサダオがセクハラするぐらいで全然ねえ、こいつらは長いですね、やっぱね。手前に近づけてみようというコーナーですね。こんな感じですかね。松坂さん、
心拍数やばいっすね。ブロッコリー結構大量に入れたのにもうだいぶなくなってますね。もういや入るとこないねんけど。どっから顔、どっから顔出すね。もう何がないんや分かんないんで、ハムスターぎゅうぎゅう、ハムスターぎゅうぎゅうするんですけど、このこっちのトイレの方に移動してもらいましょうかね。ちょっと皆さんちょっと。皆さんこっちへ移動で、ここはい、なんか違うぞ。地震あったんですか。地震があったのは知らなかったですね。いやでもこうやって見たらでかなりましたね。ハムスターぎゅうぎゅうのトイレバージョン3匹入ってましたもんね、前子供。松坂さんちょっと有井さんのサンキュー。やっぱ出ていくんですね。あんまりこっちのトイレはお気に召さないみたいですね。
意外だてにしてみましたけど効果なしということで、これよくん、これよくん一人でやっていけんのがもう心配ですね。みんなサメハウスへ移動ですね。松坂さんも今日は家で遊びたいんですかね。君はほんま自由やな。わざわざトイレ行かれました。松坂さんはむっちゃ元気ですよ。イエスイエス、サンキューサンキュー。 I'm planning toGo to hospital, animal hospital. Forty kilometer ぐらいですからね。Animal hospital. Thunder City ですね。三田市までだから40キロぐらい。まあいつもハムスターが行ってるのは三田シティなんで、まあ、朝の時間地震in 東京 today earthquake ハムチャンネルはずサプライズドアットモーニングアースクイック。でもイタリアも地震多いですからね。イタリーゼロはメニューアースクイック。震度3。まあ、ジャパンもイタリアもね、ボルカノが、火山が、メニーボルカノズがありますからね。まあそういう
とこでございますわね。ハムチャンネルさん大丈夫なんですか。大丈夫だったんですか。みんなは無事ですか。I think not so strong earthquake。 そうなんですよ、みんなもでかくなってはみ出しまくってますね。サメハウスはね、意外に奥行きがないんで、こう狭いんで、なんかこっちが。でもヤドカラハウスの方が多分広いんですよ、中を。意外とこれ狭いんじゃないですか、ね、みんなこうぎゅうぎゅうしてますからね。まあ、ていうかもう君出てるよね、すごいね、もはやね。もうそうですね、今週から今週末土曜日から一人暮らしということで、いいんじゃないでしょうかね。ハムチャンネルイズオーケー。アースクエイクがね、火山が、火山ちゃうわ、地震が起きたらしいですね。ハムチャンネルさん、あのメール送っといたんで見といてくださいね。なんか千葉にハムスターを引き取ってくれるとこあるらしいんで、知らん、全然知らないですね。バラス関西人なんで、もう関東のことは全然わかんないですね。知り合いもいないですしね。まあでもハムチャンネルじゃないわ、バラデスチャンネルが有名になって YouTuber として会社設立できるぐらいになったら東京行きますけどね。イエローちゃんね、今3名様ぐらい里親募集来てますね。なのでもう決まりますね。2人は兵庫の人なんで、前にもらってもらったインスタの人なんで、とかなんでもちょっとカジカジを手伝いますね。こいつだけオスだと思いますね、多分ね。ほんとふさふさで可愛いですね。地震怖いんや。大丈夫ですって。そ
な地震でバルデス高3の時やったかな、阪神淡路大震災があってすごかったですよ。むっちゃ家揺れましたよね。まあ兵庫県の真ん中あたりに住んでるんでまあ大丈夫でしたけど、神戸は壊滅しましたもんね。まあその後北海道とかね熊本とかの地震もあって東日本大震災もありましたしね。本当まあでもハムスター買ってたらあれじゃないですか、ハムスターは地震を察知して暴れたりするんじゃないですか、動物は。なんか動物ってそういうとこありますよね。なんかこう皆さんもハムスター飼ってたり犬とか猫とか飼っておられると思いますけど、こうになんか夫婦喧嘩とか親子喧嘩とかしてたらハムスターが暴れ出したりとかあるあるじゃないですか。結構ね仕事してますよね動物ってね。こう見てないようで見てるんですよ。バレースがもうカップラーメン食おうものならもう俺にも食わせろ連中大変ですよね。ケイコさん千葉県だったんですね。大丈夫ですか。阪神淡路大震災の時も液状化現象でね千葉も大変でしたよね。千葉県一回だけ行ったことありますね、仕事で。何しやったか覚えてないですけどね、駅前に蕎麦屋があって蕎麦食って、もう何駅やったかも覚えてないですけど、その蕎麦がうまかったことだけ覚えてますね。もう何の情報にもなってないですけどね、まあ、この子はここにたまたまがねだいぶ大きくなっていったんで男の子ですね。松坂さんはメスです。松坂さんがちょっと出てきましたね。どうも松坂さん、なんかキャベツ食ってますね。松坂さんこのここの黒いところが増えてきて可愛くなってきましたね。プリプリプリンちゃんみたいになってきましたよ。プリプリプリンちゃんね目がでかすぎて可愛すぎですよね。本当ね。なんかみんな起きていき始めましたよ。12時回ったらクリオパイセンが起きてきましたよ。てかクリオってこいつらのお父さんですからね。あれちょっと奥行きたいねんけど、
奥が狭いんですよ、サメハウスはね。ちょっと詰め込んどきます。いやー、なんか一人の方はもう近所まで、バラデスの近所まで取りに行くとか言ってる人もいますね。まあこの子可愛いんでね。何やねんその手腹立つな、シェーみたいな。なあ、今どうしようかと思ってるかというと、2匹もらってもらえませんかっていうのんで、大丈夫ですよって言われたらその人のとこに連れに行こうかなと、クリオと一緒に思ってまして。いや絶対1匹じゃないとダメやってなったら、絶対この子じゃないとダメだってなって3人ともなったら、まあ近所まで来てくれる人にお渡ししますね。でもう一匹もらってくれるっていう人がいたらその人に渡しますし、まあ優先順位はそんな感じですかね。まあ以前もらってる人なんで、サバオとユウコさんの子供も飼ってらっしゃってる方もいるんで、まあそういうご縁もありますからね、やっぱね。その人のとこに行くんじゃないですかね、多分。まあいずれにしても皆さん大事にしていただけるんで、まあ問題はサバコちゃんちゃは松坂さん以外のね方が、松坂さん以外のハムスターがもらわれていくのかっていうね。阪神淡路大震災はまあそれは記憶にないと思いますね。まだ子供、赤ちゃんぐらいじゃないですか、ね、バラですが18歳の時なんで、今36なんで、ちゃう46なんで、18年とかくらい前ですから。ハムチャンネルさんは小学生にもなってない可能性ありますね。さくちゃんは生まれてないですね、まだね。じゃあ皆さん、サメハウスもあったと思うんで移動しましょうか、はい、はい、移動しますよ、はい、みんなハムスターギュウギュウしましょう、はい、クリオ入ったな、はい、君もハムスターギュウギュウ、はい、はい、あんたもハムスターギュウギュウ、あんたもハムスターギュウギュウ、はい、ハムスターギュウギュウ好きやな。ていうか入れるっていうのがすごいですよね。このヤドカレーハウスはね、こう入り口が開いてないんで、
大人ハムスターは入りにくそうにしてますけど、一回入るとこの中の広さは快適感あふれますよね。中でもなんか洗濯機の中みたいになってますよね、これ。松坂さん以外は決まってないですね、まだ。はい。こちらはサバオカサバコちゃんですね。まあもうちょいですね、ペットショップサイズは。まだペットショップにはいないサイズですね。もうちょい大きいならないと。って感じですね。今日はなんか優子さんがダサダサアピールしてるんで、優子さんを子供部屋に入れますか。ゆうこさんです。でかっ。やっぱこれぐらいでかくなってもらわないとね、ハムスターたるものね。ゆうこさん今種食べます。はい、冷凍庫で。これが真のジャンガリアンハムスターですよね。それ思ったらこいつらはもうチビですからね。ゴールデンベイビーは I have three golden babies なんで、もういらないですねぶっちゃけ。欲しいのは、今欲しいのは白かな。やっぱ白がいいかな。ブルーサファイアもいるしな。でもこれからあれですね、サバザブロとかミミちゃんとかそういうハムスブルーサファイア系とイエロー系ばっかり出産していくことになると思うんで、白いのは出ないと思います、しばらくはね。白ハムでもう子供産めそうなやついないですからね。ちょっとパールホワイトちょっと買ってきたいですね。もちこさんももう産まないでしょうしね。東北大震災ありましたよね。もう十何年前ですもんね。バルデスはもう仕事してましたね。あれ何時ぐらいでしたかね。1時ぐらいやったかな。12時半ぐらいやったかな。なんかその時仕事で京都にいたんですけど、建物が揺れたのを覚えてますね。まあその後すごいことになってて、もう本当にね大変でしたよね。ゆうこさんにハムハムエナジーバイトをあげましょう。ゆうこさん
ようだ、ね、ようだ、写りが暇だね、食べて、まあ、ゆっくりしていきなはれ。はい、ポンベイビーはこんな感じですね。なんか松坂さんがなんか顔を引っ張られてなんか上に乗っかられて大変そうですね。サトチンさんどうもです。今日も4700いいでいただきまして、ありがとうございます。じゃあそろそろまた栗を逃げるの早いな。他のメンバーズは横さん脱走作業としてますね。ベイビーズは脱走できないんで困ってますね。ちょっと優子さんにヤドカレハウスを入れてみましたけどでかさが入れるんや。入れるところがすごいですね。さすがに大人に匹は無理でしょうね。あの優子さんなんかチェックザ YouTube、 チェック YouTube please。平方さんどうもです。やっぱサメハウスの方がいいんや。まあ優子さんはヤドカリハウスでくつろいでおられますね。やっぱ宿柄ハウスってなんだかんだ落ち着くんですよね、多分ね、ハムスター的にはね。入り口が狭くて奥が深いと
なんか安心できるんですかね。まあ君らもね、あら可愛い。君はクリオサバコちゃんなのかね、サバオなのかね、どっちなのかね、分からんね。サボちゃんもゴーゴーしたら、ゴーゴー。 This one is not haveポスタービオレントイエット、スモールですね。ちょっとバラですわ。おクリオヤドカラハウス、お大志さんどうもです。
こちらはクリオとサワコちゃんです。これボーイっぽいですよね。ですけどね、こっちになったよ、まあ、君はガールなんかな、ボーイなんかな、これもなんかオスっぽいな。ボーイ&ボーイっぽいぞ。君はガールだな、クリオはガールなんか、クリオはガールですね。ガールガールボーイボーイですね。 I think わからんけど、里屋はとこいつだけ決まりましたね。他は全然まだですね。ブルーサワイヤはでも決まりそうですけど、まだ応募ないんでわかんないですけどね。松坂さんはこの人ですね、このクリーム色の。松坂さんとクリオはメスですね。このブルーサワイヤは分かんないですね。いでいで、今甘がみしたやろ、ちょいがみしたやろ。こちらが松坂さんです。みんな魅惑のオス、ブルーサファイアの2匹はオスかもしれないですけど、メスかもしれないですけど、松坂さんとクリオはメスですね。オス、メス、オスっぽいですね。こいつはボーイですね。もう一匹の方はちょっとまだ分かんないですけど、君は男の子やし頑張ってゴーゴーしたら、はい、はい、ゴー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 、はい、ゴー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 、はい、ゴーゴー、はい、ゴーゴーゴー、ゴー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 、いやキャロット食べてる場合じゃん。ゴー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 ダウンされましたね。もうなんか毎回の流れですけど、こちらがハマスターだ、ベイビーズです。君はもう押すのは分かったからいいねけど、君これも押すっぽいかな、微妙ですね。これ押すかな、こいつは押すですよ、ええ。これボーイズですよ、多分ブルーボーイズです。ブルーボーイズ
なんでみんな一緒やねん。まあでもミミちゃんとサバサボロいますからね、うちはね。ミミちゃんとサボザサードいますんでね。まさかクリオの息子がサバになるとはね、意味わかんないですね。みたいですね。ブルーサファイアは男子で、松坂さんとクリオはメスだと思いますね。リュウコさんはがっつり飯食ってますね。やっぱこうやって見るとね、大人ハムスターはでかいですよね。アダルトはビッグですね。ベイビーはハーフサイズですよ、まだ。まあ、そらそうやわっていう話ですよね。虫が。松坂さんがだから、じゃあクリオが結局松坂さんとずっと一緒にいた理由はそこですね。やっぱりメス同士なんで、松坂さんが面倒を見てたんでしょうね。サバオたちはオスだと思いますね。なんかサバザブロみたいな顔してるな。デカ太郎とコタロウもジンジンしてます。ありがとうございます。まあデカ太郎もコタロウも確かメスだったような思い出がありますけど、どうしようかな。松坂さんはもう行くとこ決まったからな。君オスとしてプリプリプリンちゃんとかと結婚してみる？どうする？みかんちゃんとクリオの子供なんで、この子たちでもみかんプリプリプリンちゃんとまバターちゃんは、みかんちゃんの兄弟なんで、この子たちはどうなるんや。この子たちはプリプリプリンちゃんと結婚できんのか。プリプリプリンちゃんはこの子たちはプリンちゃんはあのお姉ちゃんの子やから、この子たちはプリンちゃんのとバターちゃんのめいっ子ちゃんになるので、めいっ子ちゃんがめいっ子と結婚、めいっ子と結婚ってできるんですだっけ。みかん兄弟の血が入って、わからん。いやわかんないですね。デカ太郎小太郎多分どっちもメスだったようなは覚えてないですけどね。皆さんわかんないよくなりました。このベイビーたちはみかんちゃんとクリオの子供ですが、この子たちはオスだった場合
みかんちゃんの兄弟と結婚できるんですかね。まあ人間で言ったらバラデスとバラデスの嫁がいたとして、子供が生まれて、その子供がバラデスの嫁との兄弟と結婚できるのかって話なんですけど、バラデスの嫁の子供はバラデスにとっては姪になるわけですから、姪は嫁の兄弟と結婚できるんですかね。まあ意味わからへんになってきましたけど、まあ多分そう考えると無理だと思うんで、やっぱり里親ですね、はい、まあそうなれますわな。いや皆さん、そろそろヤドコラハウスも飽きたと思うんで、はい、ボトボトと、あれなんか3匹しかいない、1匹どっか行きました。ありました。いやー寂しいもんですね。もうミッシング、 I'm missing these babies ですね。毎回思いましたけどね。まあでも今回はまだね、この子しか決まってないんでね、欲しい方はぜひともよろしくお願いしますね。こちらはプリプリ松坂さんですね。でこちらはスモールクリオですね。クリオちっちゃいね。サバです。かわいいね。綺麗な顔してるね。ね、まあ問題はさくらちゃんですか。やっぱりちょっとさくらちゃん連れて行きますかね。はい、でまあ優子さん今飯食ってるんで、こっちにさくらちゃん連れて行きますかね。優子さんじゃあちょっと乗っていただいて、よいしょっと、はい、はい、さくらちゃんです。
タコラちゃんも暇だね。はい、なかなかさくらちゃんも良くならないですね。薬は乗ってるんですよね。どうもね。なんか傷口が乾いて固まってまた書いてまた固まってみたいな繰り返しですね。ちょっと良くなってくれるかなとは期待しながらも、なんか小動物専門の病院に連れて行くのか今悩んでるとこですね。また書いた、書いて、まあその使用できたらもう書いもんな。まあ栄養たくさんとってもう薬塗って寝るしかないですよね。まあ暇だねでも食べなはれ、なかなかね難しいとこですな。一方のベビーズはこんな感じですね。結局暇暇暇じゃなくてヤドカラハウスに2名様、送るよ逃げんの早いな。松坂さん、お前一緒に行くんや。やっぱメス同士とオス同士なんですかね。分からんけど、まあそらメス同士やったら。一緒にもらってほしいですね。まあ、こんなちっちゃい女の子、まあ、松坂さんはもう立派なに育ちましたが、
クリオさんは、クリコさんは、なんか立派にはまだ育っておりませんのでね。もうちょっとね、大きくなったらいいのにね。結局まだ4人同じ宿からハウスへ帰っていくんですね。なかなかまだまだお子ちゃまですね。ダズゴさんどうもです。こちらはさくらちゃんですね。さくらちゃん、まあ、かわいそうですけどね。もう一回薬塗ろうかな。めっちゃ嫌がってる。まあそれは嫌やな。もう帰る。アレジさんの方です。ありがとうございます。はい、まだね、もうちょっと入れておきましょうか。はい、まだ食べるんや。じゃあまあさくらちゃんこんな感じで、じゃあちょっと買っていただいて、さくらちゃんなんか怒りっぽくなっちゃったんでね。まあもうちょっと食べといてもらえますか。
さあ、こっちはベビーたちですね。まあ仲良く寝てますね。明日はもう早くも金曜日ですよ。もう1週間早いですね。ハムスターの成長も早いですし、はい、クロナムちゃんです。ミントさんも寝たかな。こちらはクロナムちゃんという、有名ハムスターでございますね。はい、いやーもう今日は1時半ぐらいで終わると思いますね。あと黒豆ちゃんをミントさんに見せて終わりみたいな。黒豆ちゃんファンの方がねおられますんで、どうもミントさんどうもです。今日も元気なクロームちゃんです。どんだけエナジーバイト食うねんっていうぐらい食べておられますけど、めっちゃ食うな。クロムちゃんはいつまでたっても若々しいですよね。優子さんとクロムちゃんはね、まあなんか病気にもならないですしね、まあ、病気とかなったらまだねいろいろ大変ですけどね、やっぱ食生活がいいんでしょうね。クロムちゃんも暇だね、食べたり野菜も食べてますし、あんま見たことないけど、でも見てみたらやっぱちゃんと野菜も
なくなってるんで食べてるんじゃないかなと思いますけどね。優子さんは優子さんでそこまでどうなんですかね、ひまたに食べてるのはよく見ますけど、いや本当長生きの秘訣わかんないですよね。まあ、バタコさんはやとかメイブルちゃんはブロッコリー好きだったんですけどね。相変わらず元気そうなクロノちゃんでございますね。そうですね、バラデスはもうぼちぼち、ですね。まあハムスターのね時間なんでね、ハムスターと遊ぶ時間なんでね、クラムちゃんが食べ終わったらじゃあ降りますかね。まあクラムちゃん食べ終わるまでだいぶ長いですけどね、はい、子供部屋を荒らしまくっておられますけど、ヒマタネ、餌はヒマタネとかバランスフードとか、まあ普通のハムスターの餌ですけどね。まあバラスは野菜、毎日生野菜食べさせてますね。まあでもだからといって長生きするとは分かんないですけどもね。まあ水はのあんまり飲んでないんで、野菜は食べてるんでまあいいかなとは思いますけど、まあでも早く死ぬハムスターは死ぬし、わかんないもんですな。やっぱ寿命はわかんないですよ、ほんとね。こちらはベイビーハムスターズです。ベイビーズは今日も爆睡されてますね。ああ、あれはあれですね。これですね。これはプロテインエナジーバイトといいましてね、小動物用の栄養補助食品でございまして、まあ成分はビタミンとブドウ糖ですね、主にね。まあビタミンは食べんとダメですし、まあブドウ糖を食べて脳みそを動かしてみたいな、まあ元気になるための感じですかね。まあ甘いもんはね体にでもよねえ、もう難しいですよね。なんか脳みそってブドウ糖がないと動かないって言いますけれど、じゃあ毎日甘いものばっか食ってたらいいのかって言われたら糖尿病になりそうやしみたいな、よくわかんないですよね、本当ね。
もドラゴンさんどうもです。まあ元気のないハムスターとかはあげた方がいいと思いますけど、普通のハムスターは別にあげなくてもいいと思いますけど、わかんないですね。まあベイビーたちは相変わらず仲良くやってますね。まあベイビーハウスをアーチューさんの名です。ウラマちゃんが潜ってなんかようわけがわからんことになってますけど、ウラマちゃんどこにいるんですか。なんかちょっと出てきたのかよくわかんない。じゃあありましたね。相変わらず可愛いですね。またエナジーバイトを食べてますね。これじゃもうそんなエナジーいらんやろ。一番最初にもらっていくのはもうやっぱ金色のハムスターですね。松坂さんですね。もうすでに3件ほど問い合わせあるんで、もう来週にももらっていくんじゃないでしょうか。他の3匹はね全然やっぱ人気ないんで、やっぱ皆さん白とか黄色のハムスターね欲しいんでしょうね。白とか黄色はやっぱすぐ売れちゃいますね、クラムちゃんはなんか かくれんぼしてますね。まあ犬猫と一緒でなんかこう人気の色ってやっぱあるんですよね。まあジャンガリアンだってやっぱ白とか人気ですね。黄色とかね。じゃあ暇だに入れとこで、はい。食いにくそうやけど。めっちゃ食いにくそうやな。
相変わらず可愛いですね、クラムちゃんはね。まあ、うちね、ママさん多いんでね、黒豆ちゃん、さくらちゃん、もちこさん、ゆうこさん、3名様、お母さんいますんでね。あ、みかんちゃんもいるから5匹いますね。お母さんハムスターたちはみんな5匹とも元気でやってますね。まあ、子供産んだハムスターはね、やっぱね、長生きしますよね。こちらベイビーです。こちらはベイビーの松坂さんですが、松坂さん爆睡されてますね。松坂さんもね、もうすぐに旅立っていくと思いますけど、耳の色が可愛いですね、なんかね。なんかでもバタコさんとはなんかちょっとちゃうんですよね。バタコさんはなんかやたらと可愛かったですよね。なんだ、なんかやたら可愛かったですけど、何が可愛かったんか今から思い返せば、よくなんか暇だねとブロッコリー食べてましたけど、ああそうですね、思い出しました。やっぱバタコさんは最初にね、バラダスの家でハムスター赤ちゃん産んだのがバタコさんだったんで、それで思い出したんですね。でゴマちゃんもそうですよね。まあお母さんね、もうね、お亡くなりになられたのは2匹しかいないんですよね。他のお母さんたちはみんな元気で今でもやってますからね。どうでしょうね。まあ孫も生まれましたけどね、うちの栗尾かな、栗尾ともちごさんの子供のが子供を産んだみたいな感じですね。孫世代もねいるんですけどね。まあうちは今からミミちゃんとか沢三郎とか、あとイエローの、まあ、みかんちゃんも子供いましたけど、プリプリプリンちゃんとか、バターちゃんとかね、まだ今からどんどんイエロージャンガリアンを増産していきますんで、皆さんもね、ぜひとも欲しい方はもらっていただければ。まあイエロー生まれたらいいんですけどね、白とかイエローとか黄色はやっぱ人気なんでね。まあでもノーマルはノーマルでね、またいいとこはありますからね。
まあ、クロメちゃんもノーマルハムスターですけど、まあいつまでたっても可愛いクロメちゃんでございますね。ミミちゃん今家の中おられますね。虫かごに寄られますね。今日も元気でやってますよ。ミミちゃんもねあれなんですよね、そろそろ子供を作らないといけないお年頃になってるんですけどね。ねえミミちゃん、なかなかまあでもミミちゃんに関して言えばまあクリオしか選択肢はないんですけどね。メイプルちゃんかクリオですね。沢三郎はミミちゃんの兄弟なんで、なかなかそれはだいぶ無理がありますからね。若いミミちゃんですよ、相変わらずね。いい、おいおいおいを返してベイビーたち、ベイビーたち寝てますね。ちょミミちゃん脱走もプロなんでね、ちょっと締めときますね。とりあえずクロワネちゃんが満タンになったらこの子供ハウスに子供たちを戻して、でミミちゃんは子供たちが今いるハウスへ戻るという感じになっておりますが、まあ、眠たい方は寝てくださいね、早くね。いや結構窓掃除毎日してますけどね、ミミちゃんがペロペロを繰り返しておられますんで、クロノちゃんもいいですか、もうちょっと暇だ入れときますか。いやクロノちゃん、はい、またね、入れときますね。じゃあ、戻れますね。はい、じゃあ、ベイビーズをこっちの家に戻してきますね。よいしょっと。戻して。餌入れを入れて、ベビーズはわけもわからなく寝てますんで、ベイビーズご帰宅ですね。じゃあミミちゃん帰りますよ。はい、
みみちゃんご帰宅です。すいません、みみちゃんご帰宅ですけど、ちょっとヤドカラハウスの位置を直してと、まあこれで OK ですね。ベイビーズは ようわからんですけどとりあえず来週、今週末ぐらいからもう一人暮らしということでね、感じでやっていきたいと思います。まあ今日はこんな感じですね。それでは皆さん、また明日。 See you tomorrow.